京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日も大勢の子どもたちが詰めかけているわけですが、選手たち子どもたちに夢を与えてほしいですよね。そうですね、まあ、この中からねまた未来の選手が出てくるわけですから、いいプレーを期待したいですね。そうですよね、これぞプロというプレーを期待しましょう。さあバファローズ一打先制のチャンスです。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか、バッターボックスにはバレラが入っています。まずはストライク。ここは中間守備ですね、まあ、補給してからどこに送球するのか一瞬の判断が難しいところですね。うん、なるほど、そうですか。真ん中打ちました。打ちました。この当たりはどうか。バファローズ1点を先制しました。目の覚めるようなタイムリーヒット、1対0バファローズ。今日は見事な完封で白星を挙げました。オリックスバファローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。西さん、投打がしっかり噛み合っていました。チーム力素晴らしいですね。そうですね、まあ、打つ方も投げる方も、まあ、そして守る方も非常に集中力が高かったですね。そうですね、完成度の高さを感じた、そんなゲームになりましたね。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。皆さんありがとうございました。